サーニー・ール・スタンディン・シールズは、イギリスの政治家、実業家。シールズは、ロンドンに生まれ、第二次世界大戦では、王立砲兵連隊の少佐として軍務につき、先行十字章を受章した。1949年、シールズは、セント・パンクラスのス選挙区の補欠選挙に、保守党候補として立候補したが、落選した。その前後、 1947年から1965年にかけて、シールズはハムステッドのバラ議会の議員となり、議長代理や財務、業務委員会委員長などを務めた。その後、シールズは特にチェシャム・アマルガメーションズ・インベストメントの役員として、企業買収などの仲介の相談役となった。シールズは保守党の因外組織である保守及び、 統一協会全国同盟のロンドン地区議長を務め、全国執行役員にも3度選ばれた。1964年、シールズはロンドンやハムステッドにおける政治活動や公務の功績に対してナイトの称号を受けた。ニュータウン委員会の委員長を務めていた機関には、マーガレット・サッチャー保守党政権下で提起された純独立公共機関削減政策の中で、 従来ここに独立していたニュータウン開発公社を1992年までにすべて統合するという方策が打ち出されたため委員会の管轄下に置かれるニュータウンの数は倍増した。シールズ委員長のもとニュータウン委員会はニュータウンを維持する機構から処分する機構へと変貌し巨額の不動産が売却された。この間シールズはロンドン地方交通社の役員を務め キングスクロス駅火災の調査報告であるフェンネルリポートが提出された後には1988年から1989年にかけて理事長臨時代行を6ヶ月務め、後には理事長代理となった。ありがとうございます。